こんにちは、福原美穂です。今回ですね、スタジオアパートメントさんのニューアルバムにまた参加させていただきました。1曲目は、ブランニュースタートという曲で、前回ですね、今年やったライブ、スターパさんのアゲハでやったライブでは、本当にお客さん全員合唱する、名曲なんだなということをこう改めて感じたんですけれども、それに引き続きですね、新しい曲は、かなりこれもちょっとまたブランニュースタートとは違う、もうちょっとあの私の音楽のルーツとかに近い、作品になってるんですけれども、なかなかこう自分でやっぱり作るっていう楽曲では歌えない曲っていうのをスタジオアパートメントさんとの間でいつもやらせていただいて、本当にあのこういうダンスミュージックを歌うことも好きなので、新曲でやらせてもらった On the Way という曲なんですけど、ブランニュースタートに続き2曲目ということで、まさか2曲が一緒にやらせていただけるとは思ってなかったので、すごい曲を初めて聴いた時にすごいこう臨場感のあるゴスペルハウスでダンスミュージックで、ものすごいかっこいいなと思って、で今回のポイントとしてはですね、スタジオアパートメントさんが書いてくれた On the Way という曲に私が歌詞を乗せるという作業をしました。前向きにこう元気になってほしいなっていう思いを込めて、作った歌詞なので、ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。アルバムの方もぜひ楽しみにしていてください。